こんばんは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、埼玉県は、和光市、和光市の和光市駅ですね、東京メトロ副都心線、あと有楽町線、あと東武東上線、まあ、ホーム自体はねそんなに分かれてないんですけども、まあ、それぞれが乗り入れているような、駅なんですけども、今日はね、和光市駅の周りをねぐるっと歩いていきたいと思います。日付はですね、2021年の11月20日、20日ですね、土曜日。時間はですね、午後3時半。ちょっと案内板があるんで、そこからね、ちょっと見ていって、どういう風に歩いていくかっていうのをちょっと考えたいと思うんですけども、インフォメーションの上にですね、和光市のキャラなんですかね、頭になんか、これがそうですよね。で、駅の案内板がこうやってあるので、そうですね。駅前にニホニウム通りっていうのがあって、で、あと農協通りで駅前通りっていうのがあるんで、まずちょっと駅前通りから歩いていって、で、農協通りで駅のね、今南口なんですけども、北口門のね反対側もねちょっと軽く歩いてみようかなと思うので、まずはちょっとね、駅前通りの方から歩いていくのがいいのか、ちょっと駅前をニホニウム通り歩いて、で、東の方にね、向かって歩いていきたいと思います。これが和光市駅の構内なんですね。配達の方こっちです。で、バス停があって、なぜ日本ニウム、新元素として認定されて、それを記念にした通りなんですね。血管年齢できます。駅前こんな感じなんですね。日本ニューム通り歩いていきます。こんにちは、カキカラキチタです。今日は紹介してます。こんにちは、ぜひよかったら一個だけ聞いてもいいですか？ありがとうございます。和光市はですね、なぜ降りたのか全然思い出してないんですけども、確かですね、以前一度降りたことがあるような記憶あるんですけども、もうなぜ降りたのかも全然思い出してないんですよね。これが日本ニウム通りみたいですね。
実は足元に原子番号が、これは鉄ですね。で次がコバルト。全然気づかなかったので見過ごしてましたけど、なんか面白いことをしてますよね。なんかいろんな街を歩いてきましたけども、こういうなんか軽く勉強になるようなことがこんな形で やってる街はあんまりないんじゃないかなと。ここの大きな結構台頭ステーション、大きな台頭ステーションあるんですね。店とかもたくさんあって、こっちに歩いてきたのが順番がちょっとなんか駅前通りの方が先歩いた方が良かったんじゃないかなと思い始めてます。台東ステーションゲームセンター、結構車もたくさん止まってて、でこっちが伊藤洋華堂があるんですね。見えますかね、セブンホールディングスの。京通りはもうちょっと先にあるみたいなので、伊東洋華堂ですね。この左手の方に東京外環自動車道が走ってるんですね。もう少し行くと川越街道に出るんですけど、まあ川越街道まではね、行かないで、こっちは結構並木道がもう秋なんで、だいぶ紅葉が感じでね、黄色のこれイチョウですよね。イチョウ並木なんですね。東京通りまで来ましたんで、これがあれですね、東京外環自動車道の
こから地下に入っていくんですかね。小学校かなんかですかね。Wakōshi立第三小学校。小学校なんですね。駅の方に向かう道ですね。カラオケ館があって。その方向スーパーホテルがあるんですね。前通りですね。こんな感じで焼肉屋さんがあったり、ココイチがあったり、
これ松屋があったりね。学生店と唐揚げ定食食べ放題600円、トマトマですかね。北側の北口の方に向かっていきたいと思います。ここは和光市市役所の駅出張所があるんですね。あ、なんか古い建物のところが駅のそばにあったんです。少し行って右に曲がってそれで駅の方に戻るみたいな感じで、進んでいけたらと思うんですけど、この辺で右に曲がりましょうかね。この辺りがちょうどいい。ここは土地区画整理事業中らしいです。ここは駅からの抜け道みたいな感じになってるんですね。
古いお家が点在してて、この辺はどういうところだったんですかね。崩れかけてるんですけど、ミオレンジ通りって言うんですね。こちらの方に続くんですかね。で、食事どころがあったり、クリーニング屋さんがあったり、不動産屋さんもあるんですね。駅の方をね、こう見ながら撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いします。では、ありがとうございました。